武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東邦大学の化学について話していきたいと思います。化学ですが、薬学部が時間90分で大問が4題で、理学部が時間90分で大問が4題、ただこれは以下3つで大問4つずつの計12個で、その中から4個選択するという形なので、科学全部で解かなければいけないわけでもないですが、一応科学は大問4つ分出題されます。で、看護学部は時間60分で大問ではなく小問集合となっていて、その小問の数が2016年は13問、15年も13問という形で出題されていて、こちらは科学基礎の範囲からの出題となっています。はい、で、問題の難易度についてですが、薬学部と理学部に関しては標準問題が中心となっておりますので、マーチレベルの難易度をしっかり解ける必要があります。で、割と問題数が結構小問集合が最初に出てくる点もあってですね、ちょっと量が多くなっておりますので、計算練習などは優先的にやっておきましょう。なので、マーチレベルの参考書プラス問題集、計算問題集ですね、1冊何かやっておくといいかなと思います。また薬学部に関しては若干その有機の範囲の難易度が高かったりしますので、有機に関しては、例えばマーチレベルの参考書終わったに重要問題集で有機の範囲だけでも優先的に補強しておく、他の範囲もやれるならやっておいた方がいいんですけれども、そういった形で、有機をちょっと優先的に強化しておいた方がいいかなとは思います。で、看護学部に関しては、化学基礎なので、こちらはセンター対策の問題集などを使ってやっていくといいかなと思います。小問先ほど13問出ると言いましたが、出てくる問題そのものは割と本当に基礎が解けていれば十分対応できるものではありますので、リードライトノートなどしっかりやり込んでいて、あと問題こなすって意味で、例えば短期攻略などしっかりやっていれば十分対応できるかと思います。で、理学部の科学に関してはですね、こちらも標準的な問題で、計算が結構出てきますので、計算練習ちゃんとやっておいて、薬学部の対策とも似てますけれども、時間内にちゃんとミスらずに解き終わるようにやることを心がけておいてください。どの問題に関しても割と解けない問題というのはほとんど出ないと思うんですけれども、じゃあ完璧に解けるかだったり、ミスらずにちゃんとやりきれるかで、苦手なところは出ないかっていうところだったりというような部分、完成度の高さという部分を意識した学習を心がけてください。以上が科学の勉強となります。